を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。レディゴー。キラキラキラリ光る夢のかけら探そう。願いを叶えてゆくコツは勇気。Yes。熱いドリンクハイ。何も聞かないけど。溶けてるとめちゃめちゃ寂しい。そんな時青空を見て元気の魔法をもらって未来信じよう。メチメチマジカル勇気こそジュエル。みんなハートに持ってる宝石。マチマチマジです。素晴らしいリアル。読んでみよう笑顔パワー。確かにキラキラキラリ光るイケてる恋探そう。奇跡を起こすためのコツは本気。 Yes。 やっぱチンクハー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。私立脇圭吾、職業は内閣総理大臣首席秘書官。私の一日は一杯のコーヒーを飲むところから始まる。そんな私の目下の仕事は国家機密を守ることだ。国家機密、その存在は絶対に国民に知られてはならない。なぜならば彼らは魔法の国の住人であり、国民に知られたら大パニックになってしまうからだ。ってそれなのに、この町は国家機密だらけじゃないか！ちょっと、どういうことですか？急に車に押し込めるなんて。いいか君たち、京都遊興は言わせてもらおう。どうぞ。なんで国家機密が平気で街中歩いてるんだ。国家機密ってペットのこと？これではとても国家機密など守れん。元の姿に戻ったジュエルペットはとっととジュエルランドに帰ったらどうなんだ。それってリンコたちとさよならしろってこと？なあ、そういうことだ。ひどい。私とリンコの仲を雑魚渡するなんて。あ、ルビー泣かした泣かした泣かした。立脇さんが泣かした。ルビー泣かした。泣かしました。泣かした。誰のせい？私のせいで悪かった。何も泣かなくても、これじゃすっかり私が悪者じゃないか。もう、まったく。はい、ダイアナ様。かまぼこ買ってまいりました。これよ、ごま味噌ゆずこしょう味。言葉をしゃべる猫。さてはあいつもジュエルペットか。ご苦労様。待て、お前もジュエルペットだな。とっととジュエルランドに帰れ。何よあんた。俺たちにケチつけようっつうのかよ。お前たちには関係ない。こっちは関係あるんだよ。こいつ私の正体を。ダークダークダイヤモンドアイズパワー。
で何してんだっけ。まあいいや。昨日の立脇さんの話なんだけど、そういえばなんか騒いでたっけ。なんで国家機密が平気で街中歩いてるんだ。でね、言われてみれば確かに変かもって。なるほど。それって町の人たちがジュエルペットを見ても驚かないってこと？そうそう、考えてみればもっと大騒ぎになってもよろしいはずですものね。何か事情があるのかな。あら、気がついちゃった。気がついちゃったって。うん、総理には内緒にしてくれって言われてるんだけど。ジュエルペット探しに協力してるんだから、私たちには知る権利があると思うんですけど。思うんですけど。言うよね。オッケー、特別に教えてあげる。実はね、うんうん、あなたたちの住む町とジュエルランドは姉妹都市だったのよ。はあ。なんつうか異文化交流。異文化すぎると思うんですけど。あら、私たち魔法使いと人間の歴史って案外古いのよ。簡単に言うと、人間と魔法使いが仲良く暮らせるかの実験。実験？まあいろいろあってプロジェクトは中止になっちゃったけど。あ、その辺のことは今度総理に直接聞いて。で、その時に魔法使いと仲良くなる魔法を宝ヶ関市全体にかけたのよ。私たちの町に？そう、あなたたちの町に。仲良し仲良し。パッパパッパパパパッパー。そういうことだったんですのね。それでこの町の人たちはジュエルペットを見てもすぐに受け入れるんだ。ってことはこの町の中だったら国家機密は漏れないってことよね。それ立脇さんに教えてあげたら？うん。はいはい。あー、そうなんですか。わかりました。立脇さん今日無断欠勤してるんだって。家に電話しても出ないし。やるじゃん竜巻。無遅刻無欠席が取り柄みたいなイメージなのに。ちょっと意外。どうしましょう。一応名刺はいただいてますけど。でも普通名刺に自宅の住所は載せないよ。ありますわよ。この近くですわ。立脇敬吾。あ、この部屋だ。お留守かしら。でも空いてる。失礼します。うわ、立脇さん、やっぱ留守なんじゃない？立脇さん、お留守でしょうか？もしもーし。立脇さん。あれ？立脇？もし。おい、立脇生きてる？俺は国家機密も守れないダメ人間なんだ。ダメ人間なんだ。ダメ人間なんだ。そんなことありません。私、ラクマージョに聞いたんです。この宝ヶ関市全体に魔法がかかってるって。だからこの町の人たちはジュエルペットを見ても驚かないんです。え、宝ヶ関市、あの町の住人たちなら大丈夫だ。そうか、あの時の総理の言葉はそういう意味か。なんだ、それならそうとちゃんと教えてくれればいいのに。だから宝ヶ関市の人ならジュエルペットを知られても国家機密は守られているんです。うん、そういうことだな。キラリン、ルビーたちを連れて町から出るときは十分気をつけます。だからもうルビーたちに国に帰るなんて言わないでください。寂しくなるから。リンコ。明日は仕事サボるなよ、立脇。ああ、心配かけてすまなかったな。それじゃあ。じゃあな。失礼します。うん、腹減ったな。そういや今日何も食べてなかったんだっけ。さささささ、じじ、おや、
ダイアナ様が魔法かけたって言うから来てみたのに。なんか元気。いつもより魔法のかかりが悪いみたいしね。かまぼこ食べる前でめちゃめちゃお腹空いてたからね。ちょっとパワーが足りなかったかも。わかる。そういうことってたまにありますよね。ダークダーク、ダイヤモンドアイズパワー。お客さん、大丈夫ですか？お客さん。ねえ、聞いてもらえます？私ダメ人間なんです。はい。国家機密も守れないダメ人間なんです。何言ってんだわけの。俺なんかへそくり母ちゃんにバレちまってよ。誰もへそくりの話なんかしてないんですよ。私はジュエルペットの話を。ちょっとお兄さん、その話詳しく聞かせてもらえませんか？声出してんの？誰が引き返るよ。それよりあれ見て。お？新聞に私たちのことが載ってる。新聞？私有名人。宝ヶ関市で謎の生物ジュエルペット発見。ジュエルペットの存在は国家機密として今まで国民には隠されてきたが。何よこれ。これ立ち分けの車に乗せられた時の写真だ。内閣総理大臣首席秘書官 A 氏のコメント。私は国家機密も守れないダメ男って。立脇さんじゃん。おい外。うわあ、何これ。ルビーは人の目につかないところに隠れてて。あ、リンコ、ニュース見た？そう、テレビテレビ。私は今宝ヶ関市に来ています。果たして言葉をしゃべる魔法動物ジュエルペットを発見することはできるのでしょうか？あ、リンコさん、パパにお願いしてなんとか海外メディアの報道は防いだのですけど、国内は大変な騒ぎになってしまいましたわね。総理、本当に申し訳ありません。全て私の責任です。私は国家機密も守れないダメ男です。いろいろお世話になりました。ん？待ちたまえ。まだ何か？その首のあざは前からかね。首のあざ？いや、何でもない。では失礼いたします。あのあざは私以外の人間には見えんのだったな。あ、すみません。どうしよう、街中が大騒ぎだ。いいな、カイトテレビ出れて。ルビー、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。そうだ、立脇さんにも連絡しとこう。あ、立脇さん、大変なことになっちゃってますけど。はい。マスコミとかヤジウマとか外へも出られないんですけど。すまない、全部私の責任なんだ。え？今総理に辞表を出してきたところだ。国に帰るべきはジュエルペットじゃなくて私の方みたいだな。何ですかそれ。じゃあさよなら。ちょっと立脇さん。東京駅まで。見つけたっす。よし、見失うんじゃないよ。やっぱ。どうしよう、追いかけなくちゃ。私に任せて。ウサギを浮いてる。本当だ、ジュエルペットだ。ルビー、無理そうだよ。大丈夫大丈夫、追いかけてこれないって。なんか嫌な予感なんですけど。そう、うわー、やっぱり。スピードアップするよ。やっ
ぷり。自転車で追いかけるのは無茶だったんじゃないですか。仕方ないだろう、タクシー代なかったんだから。ああもうダメ。ああだだからよ、今から帰るから待っててきろ。あ、立脇さん、立脇さん、ちょっと待って。凛子くん、逃げるんですか？立脇さんは国に帰ればそれで済むかもしれないけど、私たちはこれからもずっとあの町で暮らすんです。だから自分の責任だって思うなら何とかしてください。凛子くん、全くその通りだ。辞表出して国に帰ってそれで責任取ったなんて、どっかの政治家じゃあるまいし。あ、これジュエルチャーム。リンコ早く。うん、わかった。プリプリプルリンプリリズム、もこのフローラです。私のジュエルペット、どうぞよろしくです。おひさん、フローラ、ルビーちゃん、もう来てたんだ。まあね、フローラは未来を示すジュエルペットだよ。かわいい。私が来たからにはもう大丈夫です。迷わず行けよ、行けばわかるさ。私が正しい未来へと導いてあげるです。プルプルプリズムジュエルグム、フローライトジュエルフラッシュ。ふんにゃー、なんか爽やかだ。ねえ、正しい未来って具体的にどういうこと？それはですね、今すべきことをするということです。日々の積み重ねが明るい未来を作るのです。ふー、さあ、うん、私が今すべきことはただ一つ。どこ行くの、立脇さん。もうすぐ総理が記者会見を開くはずだ。そこへ行って私がすべてを話す。玉垣かっこいい。玉垣じゃない、立脇だ。これもすべて計画通り。私の魔法力は確実にアップしてるわ。国民の皆様、今回のジュエルペット報道ですが。ちょっと待ってください、総理、私に説明させてください。立脇君、分かった、ここは君に任せよう。ありがとうございます。国民の皆さん、ジュエルペットの件はこの私からご説明いたします。何するんだ、話せ。話しなさい。ジュエルペットとはジュエルランドという魔法の国から来た生き物です。ジュエルペットは人の名前は覚えないし、やたら口答えするし、生意気でいけすかないやつだけど、でも自分のジュエルペットは可愛いです。ふんわりもこもこフローラです。どうぞよろしくです。いけすかないジュエルペットって私のことだよね。だよね。皆さんにお願いがあります。この件での宝ヶ関市民およびジュエルペットへの過剰な取材はご遠慮いただきたい。
ジュエルペットは我々の良きパートナーです。この可愛いお客さんを心から受け入れ、共に明るい未来を築いていきたいのです。いいこと言うじゃん。まあ素晴らしいですわ。あとは私に任せて、タッキー。私はタッキーではない。タテは、私がタッキー。はーい。遊ぶの大好き、食べるの大好き、ちょっといたずらルビーです。君の辞表は破らせてもらったよ。いえ、しかし。だが国家機密を外部に漏らしたことの処罰はさせてもらう。はい。それで君への処罰だが、今後責任を持ってジュエルペットを守ること、いいかね。ありがとうございます。あの会見以来、マスコミや野獣マンは一切鳴りを潜め、宝ヶ関氏はまた今までの平穏を取り戻した。多分私の演説が功を奏したのだろう。もう大変だったんだから。総理ったらいきなり日本全体にジュエルペットを受け入れる魔法をかけてくれなんて言うんだもん。でも彼のお手柄ってことにしといてあげる。すまんな。私、立脇敬吾、職業は内閣総理大臣首席秘書官。そんな私の目下の仕事はジュエルペットを守ることだ。空のブローチ数えながら歩こうよ。悩みも夢とかもみんな分け合いながら。ありがとうなんて言葉言えない、めっちゃ照れるから。仲間がそばにいるから今元気。消えたよっていうか不思議、楽しさ分け合うと増えてく、広がってゆく。ランランラン、笑顔のループ、一人笑えばほらつながって、リボンで心結んだように、優しくてかっこよくて凛々しくて、例えるならば白馬の王子様みたいな人に出会ってお姫様抱っこされたいの。なんて恥ずかしいこと誰にも言えるわけないし。もしもし、リンコさん大丈夫？キャー。次回ジュエルペットはダメダメ夢をなくした王子様だよ。王子様も夢をなくして悩んだりするの？